ボナビスタとは、イギリスのサラブレッドの競争馬お及び、シュ馬である。1892年の2 0 0 0ギニーステークス優勝馬シリーンの父として知られるほか、ハンガリーで、リーディングサイヤーとなって成功した。ローズベリー白、アーチボルドプリムローズの生産した馬の一頭である。父は、ダービーステークス優勝馬である、ベンドア。母ビスタは、 グレートメトロポリタンハンディキャップなどに優勝した競争馬であった。母ハハビスタはマカロニ3区であり、ボナビスタはベンドアとマカロニのクロスによって生産された馬であった。このクロスは関係者の中でも高愛称のものとして知られており、過去にケンガールやオーモンドなどもこの組み合わせにより生まれている。2歳から競争馬となり、2歳児はウッドコートステークス、3歳児には ウィリアム・ロビンソン・企業の元イギリスクラシック三冠競争の一つ2000ギニーステークスで優勝した。1894年からタネボバとなり、1897年にオーストリア・ハンガリー帝国の巫女、ルイス・エステルハージに購入され、ハンガリー国立牧場につなぎをされた。現地ではイギリス時代よりも大きな成功を収め、1902年から1905年、 そして1908年の5度にわたって現地のリーディングサイアーとなっている。1909年に19歳で死亡した。代表3区にイギリス時代に出したシリーンがいる。クラシック登録がなかったために三冠競争には出られなかったものの圧倒的な強さでアスコットゴールドカップなどに優勝11戦9勝の戦績で引退した。しかし、 シュボバとしては当初評価されず、後に、奇遇にも、父と同じく外地でも成功を収めた。そのシリーンがイギリスに残してきた産区の一頭、ボリメラスが、種ボバとして大成功し、同馬を通して現在までボナビスタの父景が残っている。母の父としても大きな功績を残した。輸出前に、イギリスに残してきた産区のうち、1897年生の、 バーレンは後にザテトラークの母となった。また、1896年生のローズツリーはアメリカに輸出され、そこで後のアメリカ伝道馬ローマーの母となった。当時はグレード製未導入ウッドコートステークス、ニューマーケットビニアルステークス、2000ギニーステークス母ビスタの繁殖成績は優秀で、ボナビスタの他にサービスとベラスケスを生んでいる。ありがとうございます。